競馬のレース前のおなじみの光景といえば、ハットをかぶり、白いジャケットを着たおっさんがスタート台に立ち、赤い旗を振る光景。G1 レースのテレビ中継では、ワンショットでカメラに抜かれがちな方ですが、一体この方は何なんでしょうか。旗を振り、ファンファーレを流す合図をしているわけではありません。彼らの職業は発送員。別名でスターターとも呼ばれ、JRA の職員約1600人の中で、発送員として13人が職務に当たっています。発送員は前職が競馬学校の教官や獣医師のような馬の特性を熟知し、扱いに慣れた人のみで、長年馬に接する業務の経験を持った人しかなれません。そのため、入社直後や希望して配属されるというものではなく、JRA 職員の中から適任と判断された人が人事異動で配属される仕組みです。日本中央競馬会競馬施行規定の第185条には、発送員は発送に関する事務を司ると記載されていますが、具体的にはどのような仕事を行っているのでしょうか。発送員は水曜日から金曜日がトレーニングセンターでの業務、レース本番の土日は競馬場へ出張、そして月曜日、火曜日が休みというのがざっくりとした1週間のルーティンになります。競馬で走る馬は審査に合格しないと競馬で走れないというルールがあり、トレーニングセンターでは仕事の一つとして、この発送調教審査、いわゆるゲート審査を実施して合否を判定するという仕事があります。また、発送調教にも立ち会い、癖のある馬については練習の段階で調教師や厩舎スタッフにアドバイスをしたり、馬の性格に合わせた調教方法を考えるというのも重要な仕事です。前職から培った経験と知識がなければ務まらない仕事と言えるでしょう。そして、審査や調教への立ち会いで得た各馬の情報を発送台帳と呼ばれるものに細かに記録し、この情報を開催日の発送業務にも活かします。レース開催日になると、基本的に4人1組で発送業務を担当し、そのうちの3人の発送委員が1人4レース分のスタートを担当します。開催日の朝にはミーティングが行われ、出走各馬の情報を持ち寄って、各馬の特徴、注意点が話し合われます。レースのスタートが近づくと、ゲートを開ける担当の発送員がスタンドカーに向かい、スタート台に入ります。スタート台の中にあるレバーを上げることで、スタート台がせり上がる仕組みです。そして、台が上がりきったところで赤旗を振り、発送体制に入る合図を出したところでファンファーレが鳴り響きます。なお、G1 レースの大舞台で旗を振れるのは、13人いる発送員の中でも経験を積んだベテランのみとなっています。合図を出しているのは、スタート時に白旗を持ってゲートから200メートル内の走路に立っている係員、通称白旗係に対して。発送員が神聖な発送でないと認めて、スタートのやり直しが必要となった場合には、スターターが改めて赤旗を振り、これを見て白旗係が白旗を振って騎手に知らせるといったシステムです。ファンファーレが鳴り響くと、ゲート付近の発送員3人はスムーズな馬の枠入りを促します。そして、各馬のゲートインが完了し、発送体制が整ったら、ゲート後方の発送員の1人がリモコンで準備完了の合図。ゲート前方赤く灯るランプを確認すると、スターターはスタート台に設置されたレバーを握ることでゲートは開き、レースは始まります。ゲートを開けるこのレバーも、ランプが灯れば引けばよいというものではありません。当然ゲート入り後におとなしくならない馬もいるため、1秒でも早く開けたい気持ちを持ちつつも、扉を開けるタイミングを目視で確認し、各馬が安全かつ公正なスタートが切れる絶妙なタイミングでゲートを開けなければならない、緊張の一瞬と言えるでしょう。ちなみにこのゲートが開く仕組みは誤作動を防ぐために、スタート台と優先接続されたものが採用されています。ということで本日はスターターの仕事についてざっくりご紹介しました。外側から見ればスタート台で旗を振っているおっさんというイメージが強いですが、その正体は馬に精通したものしかつけないエリート職であることがお分かりいただけたかと思います。そんなこともあって年収1000万はくだらないと言われていますが、果たしてどうなのでしょうか。以上です。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。